新年明けましておめでとうございます。今ね、グランバットガーマンガーデン3の宇治神神社へやってまいりました。ちょうどね、除雪車が前を走ってくれてたので、うまく無事に来ることができました。まあ時折ね、こういうふうに雪が降ったりまた止んだりを繰り返してます。夜までね、こういう状態が続くみたいですが、今日の8時ぐらいにはね、もう止むという予報です。もうこんな状態でね、銀世界が広がってます。すごいね、鳥がこの神社多くてね、びっくりしました。ちょっとね、聞いてみますか、鳥の声を。ちょっと除雪車のね、音もすごいですけど、こんな感じでね、鳥のさえずりがすごいなってます。ということで、本年も何卒よろしくお願いします。あ、鳥が来た。よろしくお願いします。かんちゃんね、お孫さん誕生おめでとうございます。グランバットマンガーデン3の、宇治神さんがやはりね、今日も人がいなくてお札が買えなかったので、この辺りの一宮と言われているちょっと大きめの神社に来てみましたが、ご覧のように、雪で閉ざされて、全く、入れない状態でした。横から回ってみて駐車場行きましたけどね、子供が、連れの家族が駐車場で遊んでたので聞きましたけど、まあ、やはり入れないし、お札売ってる気配も、ね、ないですね。やっぱりこの辺り、こういうことがね、毎年あればね、慣れてるんでしょうけど、本当に、久しぶりにこんだけね、降ったようなので、まあ、ご覧のように、全くお札が買える、初詣行ける気配もないですね。ちょっとね、奥の方にまた人が歩いてるので、まあ、ちょっとまた聞いてみようかなと思いますけど、やはりまあ、ご神木ですこれね。神社にね、入り口に必ず不思議とね、やっぱりご神木がありますね。撮らせていただきます。まあ素晴らしい神社、ですね、ここもね。ということで、またね、明日か、まあちょっとまた雪が溶けてからチャレンジしたいと思います。